それでは、あ中級フランス語 B1、えー、担当乾正之のレポート8の解説をしておきましょう。え第2話です。えー、レ・ドゥーズ・マトホンのと、えー。朗読の時にマトホンの説明をしておきましたが、まあ、ローバーもしくはサンバーと訳せばいいでしょう。オババとか、まあ、いろいろ。 えぇ、ー、訳せますけれども、まあ、それはローバー三番あたりがいいでしょう。十二人なんですね。えぇ、ー、おもま、おもま、ドゥサクレアション。ラテヤクネテカナマカオティックエイミテノアエダンロップスキリテと。えぇ、ー、想像の時にと。えぇ、ー、クレアションのクレエっていうのは、どこかクレア、この後にありますが、これは神がつ、えぇ、ー、 天地創造したとき、えーまあ、に、まだこれをラテ邸法ですね、えー、解説動画で何度も何度も言ってるんだけど、見てないんですね、えー、限定しましたが、ラテ邸法、地球と訳してる人いますが、それを全くの間違いです。地球の球という、えー、大地が球,球体であるという考え方はなかった、もしくは、まあ、ほとんど。 認められてなかったまあまあ、まずなかったと考えています。第一、想像の時に第一は、これ、ヌックの強調構文ですね。エナポストロフはヌヌックの強調構文です。えては半角。ヌック何々でしかなかった。あんなまカオティックイミット。混沌とした、まあ、ドロドロとしたとか混沌とした湿った た塊でしかなかったと。ノアエダンロプスキリテと。えー、オプスキューヨフというのは形容詞で暗いというその名詞形ですね、暗闇。えー、暗闇の中にノアイエ、えーまあ、浸っている溺れている、えー、混沌として、えー、湿った塊でしかなかった。山脈とかなんかそれはまだ山とかそういうもんじゃないですので。はい、ランプラフド・ジャッド。 ジャッドは英語,だ英語でジェイドになりまして、ヒスイですね。ヒスイ皇帝はそこへとこの岩。えー、まあこれはあラテールでしょう。えー、大地へアンボへアロー。その時に、えー、まあこれはその時にとかそれからという、まあどちらにも訳せますが、ドゥデース、えー。デースは女神ですね。二人、まあ二柱、まあ日本、正確に日本語で言うと二柱の女神を えー、大地へ、えー、それから、あるいはその時に送ったと。まあ、その時にでしょうか、この作った時にですね。えー、そのお二人の女神はルソレイユ、太陽と月であると。プレクレレ・えー、ラセシェと。このエル・アポストのルは、えー、やはりラテールでしょう。ラセシェのラモテールでしょう、えー。大地をエクレエクレ,レ。えー エクレアフという、えー、名詞は稲妻、光ですね。えー、エクレレというのは大地元気速度詞で、えー、照らすと。で、摂氏、乾かすために、えーえー。大地を、えー、照らし、そして乾かすために、この太陽と月という二人の女神をその時に、翡、え、翠、ー、皇帝は、えー、地球ではなくて大地へ送ったという。 次はちょっと長い段落になりますね。ランプラア、同じく翡翠皇帝です。皇帝はアプレザーバーエディフィエルモンド、世界をエディフィエ、まあ築き上げる、エディフィカション、えー、なんか建築物の感じですね。世界を築き上げた後で、アントルプリドゥ、えーえー、アントルプリドゥはあ、直接を単にア,アントルプランドル、プランドルは皆さん去年習ったと思いますが、えー Enterprise これがまあ英語になったエンタープライズになって企業、えー、アント r e ランドルはまあ何々を試みる企てるとあえて何々するとか、まあ、そんな意味ですね、えー、以下のことを企てたという工程はクリエイレ・レゾート・レレショーズとレゼート、まあここは人間、まあ、生き物と さまざまな生き物とさまざまなものを,を生み出すことを,を企てたというですね、ヒスあ工程はと。アベックレフラグバーエパクピエダンルリンベル。案外ここができてないですね。アベック、この場合は何々とという意味、英語のウィズなんですけど、でも何々とというよりも、そういう材料を使ってという意味になります。 断流に便や、エパクピエ、宇宙にエパクピエ、ばらまかれた、えー、断片、さまざまな、えー、破片を使って、えー、このイルはランプラーですね、えー。工程はモデュラ、これは形作る、モデルと同じ語源で、えー、形づくる、えー、これもおモドレという第一規則同士です、ね、でウエウールである。 えー、モドレッという動詞のお直接を単純過去です。彼は、皇帝は形作った。レザニも、えー、動物を形作ったと。で、プリュグラン。最も大きいものはゾウ、サイ、ボア、ヘビですね、えー。ティーゴ、えー。レポートゼロの発音。 のところで結構皆さん苦労してましたが、T5 分ですね、えー、トラと、えー。最も小さいものでは、えー、これはあ昆虫、アリ、そして、まあ、この米穂はですね、まあ、ウジ虫、幼虫、えー、ワームと訳してる人が、最近の樹脂ではワームと訳してるんでしょうか。 英語のワーム WORM ワームはヘビ、えー、が語源でフランス語とはちょっと違う系統ですね、えー、ベールは、まあ、ウジ、虫、幼虫、ミミズこの昆虫とは違う虫日本語の虫は実はこれはなんかヘビとも関係があるマムシという言葉がありますね、えー 虫という漢字もあれはあ蛇の形をしているわけですが、まあ、うじ虫とか幼虫とか、これちょっと日本語ではきれいに訳しづらいんですけど、虫と訳しますかね。小さいものではこういう昆虫、アリ、えー、虫と、昆虫とアリとは違うのかというと、アリは昆虫だと思うんです、まあ、このあたりはちょっとよくわかりません。で、安心、このようにしてと。 えー、レザニモ、動物たちはフィーフ、これはフェールの直接を単純に書くですね、ラハ・パリッション、シュラ・テア、フ、ここも地球をと訳さなくて、このようにして動物たちは地上に出現したと。でアンシュイット、これはもう続けて、それに続いて、ランプラフトジャッド、翡翠イ皇帝はフィ・エクストレール、 何々、刺激ですね。これ、フェールの直接単純加工で、フェールですね。刺激何々させると。えー、エクストレールドラテーフ、第一からエクストレール引き出すと。ラシュプスタンス、これ、ベアはペと言います、ねレ。レシュプスタンス、レプピュー最も純粋な、えーまあ、実態。 を大地から引き出させたと、えー。プファソネロン、人間を作り出す。ファソネ。えー、作り出す。まあ、工作の感じですね。作り出すためにと。セプルクはそれは、えー、だからアラディフェランスデザインも動物たちと違って人間がローポセッド。 これは直接を現在でね、えー、ポセデという直、えー、第一軍規則同士所有する、えー。だから動物たちと違って人間はあーランテリジェンス、知性をお所有していると。第一の最も純粋な、まあ、実態、えー、内容ですね、ということです。あと、おレポートは91011と。 おあと3回のみになりましたので皆さんがん、えー、頑張ってください、えー。時々他の科目でも別の科目のレポートを、えー、出している人がいるので、えー、コメント欄にその時の対処方法は書いてあるんですけどもコメント欄も読まない人がいるあれこの動画の解説も読まない人いまあ、少し待ちますけれども場合によってはですねこういう間違いってのは もうとんでもないミス、1回だけのミスだからといったところで、1回だけのミスで殺人を起こしたら、ね、えそれは許されるのかということになりますので、こういうミスは、あまあ、一応フォローもしてますけども、えー、しないように、よく気を確認をして、レポートを出してください。大体の人は結構ですがた、若干目、ちょっと問題のある人がいるかもしれません。 それでは。